さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんどうもこんにちは、セナです。はい、ということでね、今回もやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、建築学生になる人、それぞれ皆さん、いると思うんですけども、皆さんが知りたいであろう Windows、Mac どっちを選んだらいいね問題と、結局じゃあノートパソコン買うにしてもどんなスペックのものを買えばいいのか問題というものを僕が、今回ね解説してモヤモヤを晴らしていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。まずなんですけども Windows、Mac 問題というものがありまして、これ僕ねちょっと気になりまして、僕のインスタグラムと Twitter の方でですね、皆さん建築学生が今使っているノート PC は Windows か Mac どっちですかっていう質問を取ったことがあるんですよね。はい、でその回答がこちら。はい、今画面に出ていると思うんですけども、だいたい5対5なんですよね。5対5というか 50%50%50/50 なんですよね。まあこれ何を表しているかというと、実際ノート PC どっちでもいいんじゃないかっていうのが一つ言えるとは思うんです。ただちょっと言わせてください、これ僕の意見っていうか、まあ客観的に見ての意見ではあると思うんですけど、僕的には絶対的に Windows の方がいいです。はい、まずこれを頭に入れておいてください。まあこれがまあ Mac が嫌いとかジョブズが嫌いとかそんなわけではないです。僕ジョブズ大好きなんで、はい、そういうわけではないんですけども、まず絶対 Windows の方がいいです。その根拠となる記事ちょっと探しました。はい、それがこちら。建築学生なら皆さん知ってると思います、ビーバーさんですね。ビーバーさんの記事なんですけども、この模型が全てを物語ってるなと思ってまして、はい、まず僕たちのこのチャンネルで紹介していますアーキキャドとツインモーションと、あとイラストレーターとフォトショップですね。はい、それぞれこの4つがまず使えるかどうかっていう話なんですけども、まあイラレ、フォトショーとかアドビ製品はまあ Mac も使えるんで置いといて、それ以外のアーキキャド、ツインモーションは一応ここでは使えます、使えるという風になっております。で、ライノセルスとかはまあ普通に使えます。なんですけども Windows しか使えない有名どころと言いましょうか、オートデスクの、まあ、レビットですねが使えないと。で、もう一つがツインモーションと対等しているまあもう一つのリアルビジュアライゼーション、リアルビジュアライゼーション製品なんですけども、がルミオンさんですね。ルミオンさんなんですけども、ツインモーションよりなんか速度が速いみたいな感じで一応言われていまして、まあほぼほぼテイストは同じだか少しテイストが違う、まあほぼほぼ同じようなツールです。ただ、ちょっとルミオンの道を開けろみたいな感じでちょっと投稿してるものがあるんですけども、そちらの方でも言ってます通り、まあオブジェクトの量が圧倒的にツインモーションの方が有利になって、今ではツインモーションの方がいいですよみたいな感じで言っているんで、一応それを踏まえてこのアーキキャド、ツインモーション、ライノセラスを使うよっていう人であれば別に確かに Mac でも大丈夫です。なんですがレビットとかルミオンとかまあいろいろとまあ可能性がありますので、そちらの方も使えるようになっておきたいという方は絶対的に Windows の方がいいというのはこちらで一目瞭然だと思います。はい、はい、ということで今のが一応衣装系ですね。こちら衣装系のソフトなんで、衣装系の建築学生に向けたアドバイスです。でもう一つなんですけども構造系進む方いらっしゃると思います。で構造ソフト、構造解析ソフトとかいろいろあると思うんですけども、そういったソフトは基本的に絶対的に Mac に適してないそうです。これは僕が言えたことがないというか、僕がこれは調べたことなので具体的にあんまソフトを知らないんで、パッて言えないんですけども、構造系を進む方はとりあえず絶対的に Windows がいいという記事を見つけましたので、皆さんも構造を進む方は、Windows、でもできれば衣装に進む方もとりあえずは Windows でいいかと思います。僕も一応ノートパソコンもデスクトップも Windows です。はい、ということでとりあえず Windows、Mac 問題っていうのは今の感じでですね、 Windows でいいのじゃないかなというふうに思うんですけども、ここからですね、ここからが本題。じゃあノート PC のスペックはどうしたらいいの、スペック問題ですね、これですね、どうしたらいいねんっていう風になると思うんですけども、はい、こちらの方ですね一つずつ解説していきたいところなんですけども、一応これ僕のインスタグラムでも解説していますので、こちらの方見ていただけると嬉しいです。はい、これね僕ちょっと考えたんですよ。ノート PC なんか確かによく質問されるし、自分も建築学生やから気になるところではあるなという風に思いましてですね、一応調べようと思ったんですけども、あ、調べる前に、あ、そうやと、自分が使うソフトがもう大方決まっているんであれば、そっから逆算すればいいだけの話やんと思ったんですよね。でそこで僕こういうことを、やりました。ここにありますみたいな
あるような、まあ、アーキキャド、ライノセラ、ツインモーション。で、あとは、Adobe 製品のイラストレーター、フォトショップですね。まあ、これは、基本的な建築学生、衣装系の建築学生が使うソフトだということでですね、ライノセラスは一旦置いときまして、ビームの代表的なソフトであるアーキキャドと、レンダリングソフトの代表的なソフトであるツインモーションと、あとは画像編集などをするフォトショップ、レイアウトなどを行うイラストレーター、それぞれの推奨スペックを持ち合わせて、一つの足切りを作ってあげれば、皆さんがそれを基準にですね、PC、Windows PC を購入すれば、何も不自由することなく作業することができるんではないかなと思いました。なので、まずですね、これ今上にタブにありますように、一つずつちょっと見していきます。はい、まずアーキキャドなんですけども、こんな感じ、水槽動作。これらすべてを踏まえた、おすすめの推奨スペックがこちらになります。ということで、今ここにでかく画像が出ていると思うんですけど、 Mac だったらこれ、 Windows だったらこれというように位置を出しております。一応先ほど Windows の方がおすすめだよと言ったんですけども、デザイン系の方であったりとか、編集とかも結構して、そっち側あまりこのルミオンレビットを絶対使わんし、もう Mac で絶対大丈夫みたいないう方向けに一応置いてはいます。先ほどの4つの代表的なソフトの推奨スペックを踏まえた上での必要なものがこちらですね。 Windows 10はまあ絶対条件で、 i7 インテルのできれば i7 ですね。で、メモリは 16GB できれば欲しいということで、 VRAM は 6GB 以上、先ほどあった VRAM ですね。で、ディスプレイは絶対にフル HD 以上みたいな感じであれば、基本的なものは大丈夫なのかなと思います。で、まあこの他にですね、あとはまあヨドバシカメラとか、まあ上新とか、そういった家電量販店ですね、一応建築学生でこういうスペック以上のものを探しているんですけど、どれかおすすめのものありますかといったいう風に聞いていただければ、絶対におすすめのパソコンを紹介していただけると思いますので、そんな風に聞いていただくのが一番かと思います。まあ、その他にいろんな方がいろいろサイトを出してくれてますので、そちらの方を参考するのも大丈夫です。で、まあ一つ注意しておいてほしいのが、一応そういう家電量販店で聞いたら、ありがとうございます、一旦ちょっと考えさせてくださいというふうに一旦間を空けてですね、ネットでおすすめされたパソコンなんかを調べて、うちのが安いかなんかを、サービスというかサポートがどれだけ厚いのかみたいなのをいろいろ比べた上で購入することをおすすめします。で、最初怖いと思いますので、ちゃんと修理の保証とかも入れて、あとウイルスバスターとかも入れて、しっかりと、パソコンを守りながら安全にソフトをね、うまく使いこなせていけるようになっていただければと思います。はい、ということで、ちょっと長くなったかもしれないんですけど、まあ、まずはじめに Windows と Mac どっちの方がいいね問題と、ノート PC を買うならどれぐらいのスペック、最低限どれぐらい必要なのというような質問に対してお答えをしていきました。はい、ということで、まあ、今の時点でスペック足りてない方なんかは、卒業設計をね、最大限に力発揮するためにも満足するスペックが必要ということで、お金を貯めるのか、親にまあ、営業する、プレゼンするのか、なんか知らせていただければいいのかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。教えてくれてありがとうと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。